ゼミンさん、ハートありがとう。みかんさん、ジャボテンさん、くじまささん、ギフトありがとう。寒い。寒い。冷えた。クーラーで体が冷えた。寒い。クーラー下げたよ。さっき下げた。クーラー効きすぎてたから。カラさん、会いたいギフトありがとうございます。ダースーさん、ポーションありがとう。白ふくろうさん、かわいいギフトたくさんありがとうございます。かわいいかわいい、ありがとう。頭いって、あ、ブログ更新されたので皆さん見てください。さっきマネージャーさんにブログ投稿お願いしますって言いました。1時間前か。 1時間前セーフです。セーフ。千葉にゃんさん、お疲れギフトありがとう。デサイズハートさん、ギフトありがとう。マナブンさん、お疲れギフトありがとう。ウリンチャソウタコありがとう。サルトビニザヤマンさん、七夕ありがとう。明日七夕ですね。ん？違うわ、あさって。あさって、え？明日？あさってか。
今日は皆さんの質問にお答えします。はい、皆さんどしどし質問をお待ちしております。よいスタート。ひげめがねさん、会いたいギフトありがとうございます。身長何センチですか？159センチです。150、厳密に言うと 159.2 ぐらい。将来の夢？将来の夢？将来の夢か、幸せに暮らすこと。妹にしたいメンバーは、妹にしたいメンバー、ももちゃん。資格は持ってます。簿記の資格は持ってます。日商2級だったかな。尊敬しているメンバーはみんなです。全員。ザンタクさん、ハートありがとうございます。ピューロランドに行く予定はありません。ピューロランドに行く予定は今のところないですね。兄弟構成、兄弟構成は兄姉弟です。カフェラテは今日飲みました。豚松さん、会いたいギフトありがとう。今一番歌ってみたい歌。今一番歌ってみたい歌なんですかね。思い浮かびません。ひげめがねさん、ハートありがとうございます。お散歩友達見つかりましたか？見つかりません。おみかんさん、会いたいギフトありがとうございます。好きなアイドルさんは、たくさんいます。全国ツアー終わった時どんな何なんて全国ツアー終わった時どんな自分でありたいですか？どんな自分、痩せてたらいいな。こんばんは、キヨさん、ハートありがとうございます。ヤクルト飲む時は蓋を剥がしますか、穴を開けますか？蓋を剥がします。今一番手にしたい能力、あ、いい、いいですね。私はですね、人の気持ちがこうミヨーンって投資できる能力が欲しいです。考えてることが分かる能力が欲しい。こんばんは。今何問目、何問目何問目かな。演奏できる楽器はありますか？リコーダーが得意かな。もし STU に入らなかったらアイドルオーディションは、最初で最後だから受けてないですね。
カントチャットさん、ギフトありがとうございます。髪色染めるならノリノリしたい、暗めの茶色。ジャボテンさん、ハートありがとうございます。あ、弾ける楽器は紙で作ったバイオリンです。こんばんは。アイコジ温泉ペンラ見つけやすい、わからない。ひげメガネさん、手紙ギフトありがとう。好きな角度は何度ですか？110度。眠気を覚ます方法が知りたいです。私も知りたい。私も眠気を覚ます方法を知りたい。どうすればいいかな。氷風呂に浸かる。あと眉毛を濡らす。あとここ目の下と鼻の下にオロナイン塗る。つのちゃん、バラありがとう。一時期ペンライトカラーを白紫の話、ま、がありましたが、まだ生きてますか？やめました。くじまささん、ギフトありがとう。こんばんは。今何時ですか？あいこじオロナインです。私なんかスースーするやつ、私はね友達が持ってたからよくそれを借りてました。今年はかき氷機を使う予定。今年はかき氷機を使う予定はありますか？来た。来た。まあいい氷が見つかれば使えます。ウリンチャソーギフトありがとうございます。夏休みの宿題は先に済ますタイプですか？いいえ、夏休みの宿題は8月31日になって泣きながらやる人でした。なんであれ泣くんやろうね。なんで泣くんやろう、意味わからんよね。別に泣かん、今考えたらさ別に泣かんでもいいのにさ、なんで泣くんかな。今日は何曜日ですか？今日は水曜日です。だからブログを更新しました。ハイボールは何飲むの？あ、最近ね美味しいやつを発見しました。
なんかそれもね、クラフトなんとかでした。クラフトハイボール、シルバーのやつ美味しかった。美味しかったです。私はハイボールしか飲まないってぐらいハイボールしか飲みませんほとんど甘いやつも飲まない。コーラは好きですか？たまに飲みたくなるけどそんなに好きじゃない。ビールは飲みません。ハイボール飲みすぎてメロンを注文しましたか？それは違います。私酔いません毎日飲みませんおつまみは食べません。それだけです。おすすめのウイスキー、そこまで詳しくないです。ナッツは？ナッツは食べない。メロン全部食べてないです。でも食べました、今日。美味しかった。なんかさ、あの皮のさ近くになったらさ、だいたい味なくなるやんか。こう例えばこうメロンをこうなんだろう、こう切った、こうさ、こう食べれるようにこう切ったとしたらさ、こっちが皮やったらさ、ここの皮付近ってさもう味ないやんか。でも食べたらここもね、めっちゃ皮の近くもねめっちゃ美味しかった。そう、境目。好きなハーゲンダッツ、抹茶かクッキー&クリームかな。生ハムメロンはしてないです。種は排水口に捨ててません。こんばんは。神戸でのおすすめのグルメは何ですか？なんかよく聞かれるんですよ、神戸の美味しいもの。私も知りたい、何があるの。でもさ、神戸にも限界があるからさ、ていうか神戸じゃなくてもあるものたくさんあるじゃないですか。お肉も中華も和食もそこにしかないっていう食べ物がさ、もうほとんどなくない、この世の中。ていうか東京に行ったらほとんどある気がする。神戸牛だって。いや、これはなんか神戸に限らず例えば秋田のきりたんぽも絶対秋田以外に売ってある。あ、でもきりたんぽは私広島で見たことないな。ってことは秋田で食べた方がいいね。みんな姉さんのお気に入りが知りたい。あー、そっか。そんなにグルメじゃないからな。
あれ美味しいよ。観音屋のチーズケーキ。あれは大好きです。自身の料理の腕がすごく良くなったら何を作ってみたいですか？お寿司。お寿司を握ってみたいです。アクアパッツァは作ったことあるんだな。私は簡単ですよ。アクアパッツァは煮込むだけ。寿司を美味しく握ってみたいです。好きなお寿司のネタですか？マグロ。赤身しか勝たん。ガントチャートさん、バラありがとうございます。アイコジソロコンと高崎綾子公演はいつしますか？アイコジソロコンはですね、できません。高崎綾子公演はやってみたいって言うけど現実的に難しそうです。地球最後の日に何を食べる？家族と一緒にすき焼きを食べる。アイコジの白猫写真はいつ見れますか？え、あれさ、生写真もう発売されてるの？あれ、生写真がさ発売されたらさ載せて OK なんじゃないかな。待って、携帯がバグってる。でこっちにさ、まあこのマークがさ、こっちに、しかも時計時間がここにある何これ、回転しても直んないんだけど。あ、治った。治りました。今日のファッションポイントは東京ディズニーランドで買った T シャツです。工事は進んでますか？あ、進んでます。工事は進んでる。今年の目標は達成できそうですか？今年の目標何にしたか忘れました。コメ欄にない質問を勝手に答えてください。好きな植物は
にありません。こんばんは。明日は命の歌フェスです。今年花火見た？見てない。今年花火見に行きたいです。欲しいプレゼント、欲しいプレゼントは生々しいのでやめときます。ああ、今年の目標はグループの選抜に選ばれた時に2列目に行けるように頑張りたいです。夏祭りの好きな屋台ですか？ベビーカステラ、いちご飴、リンゴ飴、焼きそば、ポテト、唐揚げです。探し物は何ですか？探してるものないです。もし自分の理想の世界が叶えられるとしたらどのような世界を願いますか？感情がない世界。人から感情を抜き取った世界がいいです。お好み焼きは大阪派？広島派？大阪。なんか生地が多い方が好き。そこに愛はありますか？ありません。そこに愛はあります。夏は海派？山派？ヤマハ音楽教室。海亀さんギフトありがとうございます。今日の晩ご飯はお好み焼きだった。ありがとう、教えてくれて。愛を送ってください。自炊しますか？自炊はしません。たまにします。たまにお味噌汁が食べたくなってお味噌汁を作ります。あと野菜炒め。愛子さんのスマイルはいくらですか？愛子さんのスマイルは3260円。好きなラーメンは醤油、豚骨、塩、味噌以外。カタカナのタカさん、短冊ありがとう。好きなラーメンの具。麺が好き。
メコジのよ、うん、カラオケ配信の予定、あ、あります、それはある、8か9、5000円だとスマイルどんな感じになりますか？はい、これです。好きなメンマ教えてください。メンマ限定？ないない、わかんない。何時からですか？何が？何が何時からなの？どうせならばもっと生々しく。愛子公園が見たい。うん。愛子公園？愛子寺ソロコンですか？あ、リアルに私のソロ公演をやるってなった時に集客できるかが一番問題なので、それさえクリアできたらできると思います。私の集客力、カタカナのタカさん、おみかんさん、ギフトありがとうございます。カラオケ何時から、決まってないです今。何枚買えばいいですか？もう何枚買えば、え、あれですか、私がソロ公演をするってなった時にチケット違うよ、何人来れるかだよ。今年も歌唱力出ますか？あー、考えてる。出るか分かんない。分かんない、ね、でも私を知ってもらうきっかけになったのが歌唱力大会なので、今年もあったら出ようかなとちょっと悩んでますね。でも去年終わった後にもう来年は出ないって思った。こんばんは。こじこじグレープソーダ飲みましたか？飲んでないです、まだ。今度飲みに行きたいと思います。声優の仕事が来たらどのようなキャラの声演じてみたいですか？普通の女性の女の人の女の人のキャラクターを演じてみたいです。STU 以外のアイドル曲で好きな曲は？いっぱいある。今よく聴いてるのは、乃木坂さんをよく聴きます。30分ぐらい質問コーナーしてるありがとうございます。皆さんたくさん質問。歌が上手くなるコツ知りたい。私もモノマネから始めるといいっていうよね。
お腹から声出す。犬以外で飼ってみたい動物？猫。こじこじクレープソーダがいっちゃん美味しかった。あいこじがいっちゃんだよ。神奈川さやさん以外の推しはいますか？います。つついあやめさん、あやめちゃんさん、ガントチャットさん、ギフトありがとう。可愛いの部分をごまかすファンの人のモノマネやります。あいこじがいっちゃうよ。そんな方いませんがそんな方今まで会ったことないけど、ダースーさんギフトありがとうございます。じゃあちょっと私今からファンの方のモノマネをしますね。これはファンの方です。お見送りの時に推しメンの前だったら、あの推しメンとその方だけが分かる、そのなんだろう例えばアンピーだったらみたいな感じですあいこじ向けのサイン、あいこじ向けのサイン、じゃあ私は今から教えますね。私のお見送りの時はですねよくハートやってますよ。愛こじの愛っていう意味で。白黒さんいいねありがとうございます。そうウインク？みんなさウインク結構好きですよね。私口が開いちゃうけどいい？
ありがとう。ありがとう。口が開くよ。いいの？あとさ、なんかレッスンの時ウインクしてって言われることがたまにあるんだけどさ、歌いながらウインクするって結構難しいんですよ。今までの僕じゃない、生まれ変わる。難しい。頑張ってみるね。あ、歌ってない時にウィンク。そっか。じゃあこれの時いいね。どうしよう、なんか歌っとるメンバーの後ろで口開けて片目つぶっとる私が映ったら恥ずかしいんだけど。グリーン茶ソーギフトありがとうございます。お見送りに一番記憶に残る、そうだな、記憶に残るお見送り、結構みんなこう、はい、どんどん行ってくださいって言われるんでこう行くんですけど、こうなんだろう、メンバーのこの向いてる向きとこの向きを合わせたら結構覚えてもらえるんじゃないのかな。ありがとうって感じじゃなくて、こう横歩きなんとなくこけないようにしてくれたら。谷歩き、こんばんは。MC 中に手振るのってあり？ああ、ありだと思います、私は。ありっこじー。
明日は何曜日ですか？ピポン、木曜日。うわー、もう11時か。もう終わりだ、もう終わりだ。じゃあ今から今日一日が終わることを人生の終わりみたいな感じで言う人の真似をします。もう一日も終わりだ、もう一日も終わりだ。じゃあ次は、信号待ちの間に止まってる運転手の真似。じゃあ次は、別についていってないのにストーカーしてると勘違いしている人の真似。疑ってる人の真似です。じゃあ次は、何の真似しよっかな。じゃあ会社の昼休みに自動販売機に飲み物を買いに行く人の真似。じゃあエレベーターで降りる、エレベーターで途中で降りるときに、降りるだけで
大丈夫なのに閉めるボタンを押す人の真似ピンポン、牛会です。いるよね。ビルの、ゴミの回収でそんなに腰を低くしなくてもいいのに急いで帰ろうとする人の真似。以上、モノマネシリーズでした。そう、日常にはいろいろいるんですよ。人間観察これでもかってぐらいしてますね、私。マンションで人とすれ違うとき挨拶しますか？やります、うん、こんにちは。こんにちは。この細かいモノマネシリーズまだあるよ。見たいですか？細かいモノマネ、細かすぎるモノマネシリーズ。じゃあ日常系でやろう。日常系のモノマネをしますね、引き続き。
じゃあコンビニであのコーヒーを買った時に待ってる人の真似。じゃあ信号がもうすぐ青だからスタートダッシュしようとするけど、意外と青になるのが遅くて、点字ブロックの手前と横断歩道の白の線の間でもじもじしてる人の真似。せっかちですね。せっかちです。もうちょっと待ったらいいのに。まだ赤だよって。じゃあ。答えようとしてるのに質問追加で質問してくるタクシーの運転手さんのモノマネ。はい、どちらまで行かれますか？うん。向こうまで？前の車と一緒でいいの？遠い？どこ？わからんね、初めて行くね。前の一緒に車でいいの？住所はわかる？はい。じゃあ次は、水をこぼしてしまった時のお母さんの呆れた一言のモノマネ。もうなしとん。もうすぐ移動してほしくて、いきなり大きな声でアナウンスするマネージャーさんのモノマネ。はい、行くよー。はい、もう行くよー。次は、あと何のモノマネできるかな。
ウーバーイーツの配達している人の道端でしゃがんで休憩している人の真似。以上、モノマネシリーズでした。誇張しすぎた、誇張しすぎる誇張しすぎたモノマネやったら怒られるな、絶対誰か一人には怒られるな。あ、じゃあちょっと違うけど、ちょっとシリーズ変えて最後にモノマネしていいですか？ちょっとシリーズ変えて、自分の発言を早く、自分が発言したすぎて相手の発言を待てない人のモノマネ。うん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 、じゃあ
らさはい、正直そんなに聞いてないやつですね、これは。じゃあ次は、何系、どういう系にしようかな。で、女子の会話で必ず聞く相づち。いやそれな、いやそれな、いやそれな、いやほんとそれな、それな。共感したがりますからね。じゃあ、じゃあお客さんにはとっても愛想がいいけど、従業員同士だと、あ、この人厳しいんだろうなっていう人のモノマネ。大丈夫ですか？はい、なんか痒いところあったら言ってくださいね。何？3番さん先に回しといて。それ後でいいから、後でいいから、今じゃなくていいから、そのバックヤードの行ったらあるから、うん、それ先に取ってから3番さんの方に行って。大丈夫ですか？はい、ちょっとドキッとしますね。私にも同じ態度できたらちょっと怖いですね。レジで新人の人を教えてる横の先輩のモノマネ。はい、ではカードをお預かりします。そこの差し込み口に差して。違う違う、そこじゃない、こっち。そうで、赤いボタンを押す。赤いボタンを押して。違う、こっち。一括でよろしいでしょうか？一括で、はい、だったらこのボタン押して。お待たせしました。はい、先輩は優しかったらいいですね。優しかったら嬉しいね。
それでは。人間観察しすぎた私のモノマネは以上で終わります。ランキング読みます。13位ひーくん、12位あんちゃん、11位ズーミンさん、10位ダースーさん、9位ひげめがねさん、8位アンニョンさん、7位ウリンチャソ、6位クジマスさん、5位ジャボテンさん、4位ウミガメさん、3位カタカナのタカさん、2位ガントチャートさん、1位シロフクロウさん、ありがとうございました。それでは皆さん、明日も楽しんでいきましょう。バイバーイ。